おはようございまっちょ、フォルテです。本日はドッキリです。イエーイ。そのドッキリはこちら、初心者のふりしてピアノのレッスン申し込んでみたドッキリです。僕の後輩がいるんですよ。その子がまあなんか最近オンラインレッスンとかやろうかなとか言ってたので、知り合いをどうにかつてで回って回ってピアノのオンラインレッスンを申し込んできました。で、まあ僕は初心者のふりをします。ピアノがめちゃくちゃやる気になって、でもまだ音とかも読めないしっていう感じのドッキリです。で、その後ラーカンパネラが弾きたいと言って教えてもらった後、めちゃくちゃラーカンパネラが弾き出すドッキリです。しかし一回だけ会ったことある後輩なので顔がバレてます。だからこそ変装しちゃうよ。ドッキリの相手はピアノをやってるピアニスト仲間の後輩です。大野っていうやつなんですけども、下の名前はあだ名ではコヘマルとは言われてるんですけど、僕本名知りません。大野先生です。はい、変身してきました。名前は一応ジョイで申し込んでおります。というわけで早速やっていきたいなと思いますよ。ピアノ始めたジョイです、みたいな感じのキャラクターでいきたいなと思います。ズームでやっていきたいなと思います。あ、はじめまして。あ、はじめまして、こんにちは。こんにちは。ジョイさんですね、よろしくお願いします。ジョイです。あ、ジョイさんですか。ジョイです。すいません、失礼しました。ジョイさん、よろしくお願いします。ジョイさんは笑顔が素敵ですね。ありがとうございます。ピアノはどれくらい演奏されてきましたか。ピアノは3日目です。あ、3日目ですか。そうなんですね、それはびっくりですね。そっか、そしたらあまり調整されてきた曲もないということですか。そうですね、猫踏んじゃったとか。もともと趣味でやってて。あ、そうなんですか。で、なんかやっぱちゃんと弾きたいなと思って。なるほど、ありがとうございます。それじゃあ早速なんですけど、ちょっと猫踏んじゃったを聞いてみたいなと思うんですけど、弾いていただいてもいいですか。なるほどなるほど、ありがとうございます。場所がちょっと鍵盤の場所が低すぎる気がするんですけど、ちょっと上じゃなかったかな。もう一個上ですかね。それで3個くらい上です。もうちょっと戻ってきてください。あ、そこですね、そこです、そこです。ありがとうございます。そうですね、この音ですね、今ちょっと。これ何の音ですか。はい、あ、これはですね、歯のシャープになります。あ、猫踏んじゃったは3日間で仕上げたんですか。そうですね。すごいですね。ありがとうございます。そうですか。なんかやってみたい曲とかありますか。やっぱラカンパネラっていう曲。あー、なるほど。大変難曲ですよね、ラカンパネラは。やっぱ難曲なんですか。いや、この曲は本当難しいですね。でも頑張ったら弾けると思います。あー、ほんまですか。やってみましょう。実を言うと、はい、指の番号とか、うんうん、あと音が分からなくて楽譜が読めないんですよ。なるほどなるほど。どうしたらいいかなと思って。じゃあ鍵盤の音から覚えていきましょう。はい。そうですそうです、そのまま順に行ってください。素晴らしい、表情もつけてきましたね。これが音階です。ドレミファソラシド、これが波長調。波長調になります。はい。チェードゥアってことですか。おお、そうです、チェードゥアです。はい。ギターかじってたんで。あ、ギターをやってたんですね、はい、なるほどなるほど。そうですね、そしたらすごい、音階は大丈夫そうですので、はい、早速何か曲の方に行ってみたいと思います。はい。
はい、やってみましょう。はい、どうしましょう。ラカンパネラ早速いっちゃいますか。いや、練習したんですよ先生。あ、練習したんですか。はい、素晴らしいですね。じゃあそれ聞かせてください。聞かせるほどじゃないんですけど大丈夫ですよ。ありがとうございます。じゃあ早速レッスンをしていきたいと思うんですけど、はい、最初の音が左手の音がちょっとまた低すぎるかなと思う。低音が好きなような感じですね。ま、もうちょっと上の音域でこの音になります。あー、もうちょっと上ですね。はい、何やってんだよ俺。どうです、これで合ってますか先生。はい、やっていいですか。あ、どうぞ。はい、ありがとうございます。ちょっと鋭すぎるっていうか、まあ、ちょっと強引に行き過ぎてる感じ。もうちょっとここはピアノの強弱だと思うので、もう少し柔らかく。あー、綺麗。柔らかく弾いてみてください。はい、柔らかくっていうのはその力抜いたらいいんですかね。結構イメージとしては力抜いて、そうですね、手首のこの動作を使ってですね、手首を柔らかくして弾いてみてください。ありがとうございます。ちょっとですね、やりすぎだけれども、まあそんな感じで演奏していただけたらいいかなと思います。ありがとうございます。じゃあちょっとゆっくり弾いていきますので、はい。音を拾ってみてください。ありがとうございます。そうですね、右手からじゃあゆっくりいきますね。ここまでいってみましょう。じゃあ弾いてみてください。わかりました。お願いします。ベースかじってたんで。ジョイ君完璧だよ、ま、ジョイ君どうしてどうして。先生僕ピアニストなんですよ実は。え、嘘。先生一回会ったことありますよ。わかんないですわかんないです。ピアニストの方ですか。ピアニストっすよ。ちょっと待ってください。どういうこと。おはようございますっちょ、ワルテです。やられたやられたやられた。マッチョやマッチョさんや。ジョイです。先生先生ジョイです。いや、キャラ濃すぎると思ったんですよ。
かしいなと思ったんです。こんな人来たのかやられたフォルテさんじゃないですか。いや久しぶりだね。久しぶりです。まあでもやっぱ1回とかしか会ったことなかったけどやっぱ分からんやろ。いや全然気づかなかったっす。まあでもねすんごい変な人来たと思う。変な人言うな。というわけでね、ありがとうございます。大野先生と今日まさかの僕がドッキリを仕掛けちゃいました。参りました。というわけでありがとうございます。バイバイ。ありがとうございます。大野先生でした。一応ねリンク貼っとくんでまた見てください。お願いします。はいっす。メタクラタイムありがとうラインよければグッドもオーサータイムなんならチャンネル登録してねゴリマッチョ、オサマッチョ、マッチョマッスルマッスルバイ、マッチョ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 。